はい、今日も調子に乗ってスピンオフドラゴンボールファイターズ純粋ブーで対戦してみた編やりたいと思います。前回豆スパに青年ご飯ですごい不愉快な思いさせられたんで、今回は僕のターンということで、あの豆スパに不愉快な思いしてもらいます。いや、ちょっと待って、はい、俺も純粋ブー使ってたし、うん、さっき野村さん言いましたよね。うん、僕が純粋ブーを使ったきっかけは、うん、豆スパの純粋ブーを見たきっかけだと。うん、つまり豆スパが勝てるキャラやから強いと思ったヤムチャもカズノコが豆スパと対戦して、え、ヤムチャ強くねってなったっていうのがありますからね。というわけで今日はね、純粋ブーの暴力の限りを尽くせたらなと思います。俺なぁ、もうこの純粋ブー、セル、超悟空っていうチームが一番好き、このゲームで。もうこれどっちも全国大会目指してるやつのチームやからいやもうこれ、このじゅ、これ何回も見た。これかっこいいわ、純粋ブー。俺もぶっちゃけドラゴンボールやって純粋ブー好きになった。うん、このキャラマジでいいよ。やっぱ原作ラスボスっていうのもあるからな。そうね、うん、この登場シーンも 何億回も見たな。確かにマメスパのおかげで関西勢に順風が広まった説は結構ある。やっぱり入ってくんな、うわ、おもんない相手の純粋ブーマジおもんないからな。自分純粋ブー最高のもん。出番だぜ。俺シンガポールでモケのリフ 1B 食らってシンナ思い出したあったわ。俺超ムカついたもんあれ。ついやばい、これ青年変になった青年変になった。あ、出たそう、これこの振ってくるところも判定あるから、やった、スカッたと思って確定入れようとしたらピョコッつって超ダッシュに当たんでんだ。ダメージ高い高い。あれのせいで長飛の保証1000になったりするからな。あれをつぶつぶをなんか2回当てるレシピとかあったもん確か。こんな当然入れ替えもできるからね、純粋ブー。青年がすごすぎる圧ある。ふざけやがって青年死ぬ。比較なのよし。はいはい。出てきてる。青年大谷の可能性ある。カメハメハあるんだな。あったな。強い。ジャンプビー出た。いろいろ怒るからね。ごめんね。出た、ドングラ式。野崎式じゃん。あれ、大会で何回かお世話になったからな、ちゃんと。あ、準備相手に開幕前らしくやってしまった。
しようすぎてやばい。あっこから出らんもんな。十分野村さん、俺がボコってるよねえ大丈夫いいの大丈夫このままでは企画通りになりませんか。おし彫刻でなんとかしよう。俺はいつも彫刻でこのゲームなんとかしてきた。やばい企画倒れになってしまう。かっこいい。ハメハメハだ。彫刻マジ両キャラやわ。お互い順分前で死ぬからさ。対戦そうやだ。いや。どこ当たってんねん。いや当たり方ひどい。オフ。最強かも。おお。あ、余裕。俺チーム変えようかな。青年が強すぎる。やばい、この。青年が良すぎてちょっと違う動画になって正義勝つ、これバー。あ、これ食らうわ。やりすぎやろ。ゴーイチさんもおもんなさそうにしてたもんだって。え、これやりすぎじゃない。やば。やばすぎろこれ。こんな武器を俺ら持ってたんや。そうやで。いや、あったこれ。いや、よくあったこれ。連打した金だから。連打や。お、高いやつ。有利フレームも大きいやつ。やばい。あ、なんかあった。え、これまさか。あ、これいったんちゃう。おい。いいとこ出た。出たー。6ゲージ初期バージョン。これよ、これ。これがたまらねえよ。ああいうので相手倒した時の、あ、やばい、これ、あ、かも。あの、横から伝わってくる、お前がすごいんじゃないぞってオーラすごいからな。あ、やばい。早っ。わー、ゲージ抱えたまま死んだ。ちくしょー。次ラスぐらいにするか。純粋部分あれやな、今も強いせいで多分普通の対戦動画確かに。動画の趣旨多少変わる可能性あるけど、まあいいでしょう。やばい、当たない。欲望にまみれてる。くっそ。あー、倒れた。するじゃんね。そんなのするじゃんね。するじゃんね。するじゃんね。
高すぎるやろ。あぶない、あぶない。もう終盤すぎる。俺のレジで。うまさがない。はい、何？強い。地球崩壊の一撃。そろそろ殺してしまおうか。残りが初期バージョンのガーチャなんとかならんかこれ。え、何今。あはーやってしまった。なんかベジータも極まる。乗った。これね。おきだ。これね。おいセル、お前交代するってわかるやろ。操作ミスしてもわかれ。あーなんでこれさ最初やめてー強っ。捕らえた。お前ハメハメハ必死。やばい。さすがうわセル実践変化はぁ、あ、いやこれもあったわ。卑怯な映像や。初期ドラゴンボールの貴重な映像。マメステップ。あ、キモ。これマメステップ。後ろ前めちゃくちゃ不利。ああ、ありがとうございました。まあなんか普通に対戦動画になったね。どちらかというとまあ純粋ブーガっていうのもありますけど、初期バージョンで結構猛威を振るっていたキャラたちの対戦なんで、そういう視点で見てもらっても大丈夫です。というわけで、今回はドラゴンボール勢の方にはすごい懐かしんでもらえるかもしれない動画になりました。また次回以降もいろんなキャラを紹介していけたら、プラス対戦もできたらぐらいで捉えてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。なんか言うことある？苗のおかげで純粋物使ったんですか。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。